九個がいい。どうや。まず洗うにはここらに入ってもらう。わあ、すごい。結構薄いの、お菓子が。すげえじゃん。なんかあれ、カニ？パイナップルまであるの寿司やねんのか、もうさ早速入ってんじゃねえか、同じかのさ2つ以上つなぐんだ回転率のラインナップじゃねえか、これ同じような皿を2つ、はい、ああはい、皿スプーンくーちゃんのこれスプーンでもいいし、どれでもいいこの皿もないよね、どんな食べな、わすごい匂いする。皿をつなげるのは7秒間、ね、7秒間と皿を切り詰めるのに、皿のように皿をつなぎ切り食べる、はい、だんだん分かってきたね、よし。パパの手ばっかり食べてる。パパの手ばっかり食べてる。はい。じゃあ、こっち食べよっしゃ。いいですか、はい。どうだ、初めて。食べてもいい？いいよ。どうぞ。いただきまーす。パチー。国のお待ちかねのゼリー。あんまりうまくいかなかった。これもうまくいかない。引っかかったの。俺が小さい頃父さんにくれたんだ。おもちゃはどんなやつ？それ外壁用じゃないんだ。そうだよ。外壁用。相手の軍にいるんじゃねえか。クシャ、これビゼリー取ればいい。これ。どう？いまいち。いつかきっと役に立つこと。ごめんね、うまくいかなかった。でも美味しいよ。ありがとう。でも美味しいよ。よし、俺もクリスマスファンタストライだよ、これ契約、はい、僕と契約して寿司食べようよ。寿司ストライカー、略して寿司ライカーじゃん。あんまり略されてねえな。自分で取れる寿司を食べる時はごくまずかない。大丈夫、どうまさを知らないレベルなんて知らない、関係なく世界中の人たちと寿司を分かち合いたいと思わない。ほら、よくわかんないけど、すげえ。あ、どうした？じゃあ、うちの村にも来てくれよ。俺、あいつらにも寿司を食わせてやって。取ったらいいのか。取ったらいいのか。果物も。いや、いいの？戻るじゃない。果物はいいの？ここだよ。まあ、行っちゃうか。おや。おやしがすごかったな。よし。やばい。逆がブラシなかったの？あ、どこじゃ。あ、出てくるぐらいな。うわ、いや、こんな外れのとこまでいるの？いたぞ、憂鬱だ。なんか違うんだよ。帝国軍、こんなところに。お前が隠れてる。いいよ、これさ。これは、お肉は？めちゃくちゃもうラスボスみたいなのが出てきたじゃないか。ちゃんと取ってもらおう。驚いたな、帝国軍の将軍が直々に。よいしょ。一時期は落ちてるんですよ。よし。だけどその持ち直りっていうのはね、それが少し早かったね。合わせてるのもすごいらしい。食べるか。はい。よっ。よっ。ビール、ビール。あー疲れた。あー、ゼリー失敗したな。ゼリー、そっか。あれ、でも去年も上手にいってなかった。いや、あれはね、前回水半分にしてるわけ。あで、今回プルプル言わないでよ、うん、プルプルさせたかったら耐久力がなくなるわけだな。クラゲが
陸上じゃ潰れんのと一緒じゃん。リンゴジュース。うん、リンゴジュースの方。僕自分でコップ持っとる。そうか、クラゲが潰れんのと一緒の理由か。目悪くするからやめなさい。これは。はい、あなたもちゃん。冷蔵庫入れとくか。うん。外に出してくる。いや、今度。私あと二口ずつくらい。さて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 、うまくいってるかな。いいよ。今日よりも上がりそうです。天気の移り変わりを見ていきます。明日朝から晴れるところが多いでしょう。そして日中にかけても晴れるところが多くなりそうです。ただ明日の夜になると気圧の谷の影響で、すごい旅行食野菜完食中心に雪や雨が降るところがある。おいしい、みーちゃん。上空の寒気の予想を見ていきましょう。水色のところは冬が平地でも雪になるような気圧の寒気です。明日にかけて一旦北上しますが、水曜日以降は再び南下する。お、火取ってるよ。お、16日土曜日頃がすごいね。日本列島すっぽりと覆われる予想です。どこ食べたい？どこでもいい。あれもどこでもいいよ。お、桃いくか。桃。これが何？七面鳥。わー、みーちゃん全部食べたい。いらーい。もっと食べたかった。ほらもう完全に出てこれ。おー、すごい。わー、きれい。塩コショウ持ってきて。はい。くーちゃん。くにね。くーちゃんもこの皿にもらう。はい。えへへ。おいしい？甘くなっちゃった、アドミ。わー、すごーい。さん、おいしい？ありがとう。これ取れた、はい、ごちそうさま。ありがとう、ごちそうさまでした。ミミ、俺のものは？俺のもの。待って抱っこしたくし。あ、暑いんだよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。お、すげえとこ取れたの。いいとこ取れた。おお。鶏肉。お、これ見て、山賊。鶏肉。鶏肉だな。イエーイ。暑いよ。いや、なんだこりゃ。いただきます。いただきます。メリークリスマス。キリスト教でもないのに。キリスト教でもないのに。ちょっとなんか包丁手でかじる。ガブっていけ、ガブっていけ。熱い。ちっちゃいの、大きいの。いい、うん、俺が行くか。どんな味か。塩コショウ、塩タネだったら塩コショウ。おいしい。おいしい。熱くない。大丈夫。いただきます。おいしい。うん、とっても気あったかい。うん、ガーゼンシートってほんと、うん、ちょっと待ってね、くちゃんね。湯煎成功だね。お肉おいしい。うまいな。
食べる。うん、食べるよ。うん、あ、うまくいった。おいしいでしょ。うん。ほら、犬食いしない。あよ、うまく食べれないんだよ。そうなの？ありがとう。これ包丁でね。こうやってね。自分でやりたい。はい、やって。そこじゃない。これで押さえてくじゃん、切るとこ、そっちの手で押さえる。えいえい、来たか。大丈夫だよ。切れてきた、切れてきた。うまいね、くにくん。どうでございますか。こうやって食べたいでござろうか。知らなくてもこれでじゃん。わあ、おいしそう。ほら、使ってもいいよ。うん、ありがとう。わあ、おいしい。やばいね。そう、ありがとう。こうやって食べ、ほら。わあ、このムシムシ感、よき。あ、落ちた。これは美味しいね。このこれの焼き方がいいの。うまいだわ。完璧でしょ。若鶏みたいね。ふわふわしょ。平成の女子高生と戦国武将のラブコメディがついに完結。今日この棚があってある。約束してくれるんです。時空を超えた恋の行方は。夜10時30分はファミリーヒストリー。人事変わった人事。去年12月に放送した番組をアンコール放送しました。もうちょちょうだい。びっくりしました。見てください、2万と2万。天皇皇后両陛下のお皿押さえないとダメだよ、落ちるから。それから59年、明年4月に結婚60年を迎えます。手で食べようかな。うん、手の方がいい。結婚以来皇后は常に私と歩みを共にし、私の考えを理解し、私の立場と務めを支えてきました。皮をパリパリにするにはどうすればいいんだろう。アバーナ。アバーナ。どのように進められたのでしょうか。ある資料から、具体的に明らかになりました。うまい。美味しいわ。今は、マイクと爪と違うぞ。全然違う。前がもうね、硬くてね。同じ。オーブンしかやってないから。NHK は小型の手帳26冊に関する日記を入手し、これ七面鳥の味なのかな。共に詳しく分析しました。オーブンでしかやらないから、中まで入れて。これ七面鳥なんだね。今度はターキーだよ。鶏肉みたい。ね、すごい美味しい。初めて一般の家庭からお妃に選ばれた美智子さま。ほら、でかこんなの見たことないよ、こんなもんだよ。スマホで見たことある。リンゴジュース飲みたい。いいよ。私の見て。おるこちゃうよ。私の見て。うん、きれい。わよ。わよ。うん。こんなにいけるのか。やってやるぜ。
バーン。くーちゃん、ティッシュごめん、取ってくれる？よし。戦後間もない時代に船津町の船津さんを務めた田島美智子の日記です。首の骨、首、その後も天皇陛下の妃選びに関わりました。これあもしね、あもしね、自分で入れなさい。探すことという記述があります。おっと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 、とんじりがでけえ。天皇陛下は16歳で、当時の日本はまだ占領下。この頃すでに宮内庁幹部らがお妃選びを始めていたことがわかります。お妃選びは当初戦前の例に沿って主に家族を対象にされていました。あー、フォークも落ちたよ。ほら、歩いてきてあげた。平民でも無視と述べたりされています。お肉に、これを洗ってくる。おっと、うん、これについて、これも洗ってくる。はい、ちょうだい。自分で行く。将来の皇后にふさわしい人というのは家族でなければいけないのかとか旧皇族でなければいけないのかというよりもやっぱりそれにふさわしい人物というのは別にあり得るというのが想定されるんですよ。ふさわしい。ただ、旧家族を対象としたお妃選びがうまく進まなかったことも伺います。どうも。候補として有力視されていた旧家族の女性の親と面会した際には光栄なれど廃止。じゃこれ一つはもうちょっと食べきれないね。全員が反対という記述。専門家は敗戦によって国の形や皇室の位置づけが変わったことを象徴する記述だとしています。戦前においてはそれはもう名誉なことであるし断るなんてそもそもけしからんっていうですけれども、戦後になったら合わないですね。個人としてどう生きるかっていう、むしろそっちの方が自分の人たちになれない窮地に行って、まあいろんな役割を果たさなければいけないっていうのは、まあ、相当な覚悟がない限り難しいだろうと。お妃選びの対象が民間にも広げられる中、昭和30年天皇陛下は軽井沢の新宿を目悪くないのか本物様と会われます。くーちゃん直接見ないと見ないとダメよ。ダメだよと。初めての手合わせで美智子さんは粘り強く戦い、初めは負けていたゲームを逆転、皇太子殿下の国を破りました。近頃ではテニスの度に必ず何が二人が一緒の時に何も楽しそうだと言ったテニス仲間での評判です。その出会いから、タンも食べてみて。田島の日記には、正太郎の皇后さんの名字が大文字で示す。うまい。翻訳内閣の皇帝の皇帝様になる皇帝は、有力なお妃候補になっていたことが伺えます。完璧じゃない。ねえ、ちょっと食べてみて。あそこ今、これ食べる、待ってやつよ。おい。すぐちゃん食べれば。両方ともがそれを、皇帝氏の意思と、なぎもはこうやってやればいいのか。全然最強。ちょっとしよう、ちょっと。よっしゃ。昭和30年4月10日、旧家族の日を迎えました。腹減ってたんだけど、どっちへ来るね。自らも国民の一人であった皇后が座っておったのです。人生の旅に加わり、60年という長い年月、皇后の方が行くです。国民の双方への献身を真心を持って果たしてきたことを心からねぎらいたく思います。おい、
専門家は、今回明らかになったオキサキラリの家庭について、まべ将来の工房として、美味しいけど、お腹に来る。どっち来るこれ。どう模索をしていきたいか。あーあああ腹筋の人たちが作り上げていこうとしたのか、美味しい。美味しい。美味しい。貴重なものだというふうに思います。美味しい。美味しい。おわー、来るな。生徒のご成功の舞台裏については、今夜7時30分を放送する。あげる。激しく立ち上がる島を覆い尽くす噴煙。インドネシアの気象当局は、おととい発生した津波、何やっても噴火が引き金になったという見解を示しました。専門家は、津波は2回で、2回目の津波は高さ4メートルに達していたと指摘。これまでに281人の死亡が確認されているほか、避難している人の数は1万人を超えています。大きな被害を受けた地震があってきたんじゃないか、わかんないもんね。何に取られたのでしょうか。あるぜ。建物の一部が大きく、火山の爆発じゃないの。火山、わかんない。火山の爆発で滑り降りて、瓦礫の撤去作業も進んでません。ボムでね、100個ぐらいのボムがぶっ壊したんじゃない。本当に過ごしていたこのコテージ、地元メディアによりますと、およそ70人の死亡が確認されています。70人疲れてた。ああ、俺はもう無理や。それは無理もう。全然いけそうだったやん。さっき全然いけそうだったよな。ジャワ島とスマトラ島の間の海域は行っちゃっていいね。ですね。いや明日もあるから。明日もこれだから。あとクリスマス次回だから。さらに津波の。わあここ。ゆめちゃんここ美味しいんじゃない？美味しいよこれ。インドネシアの津波の専門家によりますと、津波は2回にわたって押し寄せ、その高さは大きな被害が出たので、1回目が2メートルから3メートル、2回目は4メートルに達したといいます。4メートル。これまで281人が死亡、1016人が怪我をしたほか、少なくとも57人の方が分からなくなっているということです。オーブンだけだとね、ガッチガチなんだ、外っかは。中はふんわりだけど。なんか全然違う、あの時の味と全然味が違う。誰作ったの？2日が経とうとしている現地。救難当局による捜索活動が本格化している。日韓強いでしょ？ものが上に。昔だからね、手の前。いつの話をしてんの？いや、こう、あの時のやつが。うちにいた。まあ、日韓のシェフ以上だってことだな。俺重機の不足から作業がほとんど進んでいない地域や詳しい被害の状況について把握すらできていない。入ってる時これだけで水3杯いけんねん。これさらに増える恐れが出ています。すごい油の量だねこれ。買ってる人いるの？いなかった。避難している人の数は11,687人。7キロでよかったね。こちらの避難所にはいっぱい燃え込みの方だったら入れなかったでしょ。70キロだよ。5キロくらいのない。70キロ70キロみーちゃんと同じくらい。今みーちゃん食べるって言っても1日じゃ無理ってことはない。みーさんいやー早くいいよく食べないんだ。いいさんごちそうさまでしたの。ごちそうさまでした。パッキー全然食べてない。おいおいおい食べろよイーさん。ゲームやろうと思ったもん。俺の飯よりもゲームがいいってのがイーさん。くるチョップ。チョップちょっとやめて。うわー油すごいなー。警戒するよう呼びかけます。そういう大丈夫ですか。ダメですね。ゲームないなー。
和室に置いてあります。手拭いた？手拭いて、手拭いてよ。はい、石鹸で手洗って、手ベタベタしてから。手洗ってからよ。よし。ふぃソウルを訪れている外務省の金杉アジア大洋州局長、今日午後韓国外務省のキム・ヨンギル北東アジア局長、おっぱい詰まる話し合ったのは、今月20日海上自衛隊の哨戒機が韓国軍の、これ一つ食べてみ、射撃管制用レーダーの消失問題です。いけるぞ。おはい、せけんがミサイルなどを発射する際に少ないぞ、こうなってるぞ。何だの言い方、誰だ、不測の事態を招きかねない。俺か、そうだよ、だから気をつけない。幼稚園だよ、きっと。遭難した北朝鮮の戦略の捜索中にレーダーを運用したと説明しています。幼稚園の時っていろんなこと覚えてくるからね。完全に寝ちゃうんだ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 。夫は調子が落とすぐ見てこの手のギショギショ。そんな、そんなだよ。いや、やばい、私荒れてるかも。ジェマシおしっこ、おしっこ、うん、太いね。金杉局長が韓国側に危機管理を伝えた。暗いからでしょ。手洗いたのに。あ、きつ。金杉局長は手洗ってこい、これ。韓国側に説明を求めて、うん、手洗おう。デビュー時点での韓国側の考え方というのが示されました。いろいろ議論した結果として、引き続き防衛当局を含め日韓両政府で意思疎通をしていくということになった。また今日の局長級の協議は今年10月に徴用をめぐる判決が確定した後初めて行われました。金杉局長は1965年の日韓国交正常化に伴う請求権経済協力協定で問題は解決済みだという立場を改めて伝えたということです。日本側は対応策を早期に講じるよう求めていますが、韓国側からは日程に関する具体的な言及はなかったということです。今は韓国政府が対応を完結するということですので、まあ、我々としてはそれを当面の間見守りたいと思います。次は再逮捕されたカルロス・ゴーン前会長についてです。含み損を抱えた私的な投資の権利を日産に移したと見られていますが、移した後に数千万円の損失が生じ、その支払いが日産の名義で行われていたことが関係者への取材で分かりました。一方、側近のブレック・ケリー前代表取締役、早ければ明日にも保釈される可能性があります。電気消してよ。10年前の映像です。当時社長だったカルロス・ゴーン前会長はリーマンショック後のカルロス・ゴーン前会長に話していました。すごいわ、これはすごい。わぁ、よろくないよ、食べるの。The share price has nothing to do anymore with the economic value of a company. The share price is reflecting. 野菜がないとダメだよ。That the market has. この同じ年にゴーン容疑者は18億円余りの含み損を抱えた私的な為替取引の権利を日産に付け替えたなどとして特別背任の疑いが持たれています。関係者によりますと、ゴーン前会長は日産の報酬を日本円で受け取っていて、固定のレートでドルに変えるため、うん、スワップ取引と呼ばれる為替取引を新生銀行と契約していました。ところがリーマンショックによる円の急騰で含み損が18億円余りと急速に拡大、銀行側から追加の担保を求められたということです。ゴーン前会長は取引の権利を含み損ごと
一時的に一斉に作られる。これ桃やじゃん。そしてその間もう一つ食べるんだけど、ね、数千万円の損失が生じました。どういうわ11キロってのは2枚でかいからな。クリスマスのために太らせておくのかな。でないなぁ、見越させないで。取締役に気づかれないように行われていたということで、特捜部が詳しい経緯を調べています。むちゃんすごい、これ食べるのを楽しみにしてたのに、何もなくなったのかな。いや、おそらくね、リンゴのほっぺだと思う。濃いもんだって、これ水ならまだいけたかもしれない。子供はね、水分をね、欲するからね。特別背任には当たらないなどと主張し、容疑を否認しているということです。一方、前代表取締役のグレッグ・ケリー被告について、ゼリー失敗したな。裁判所は一番違う、保釈を認めるか、明日にも。そうか、クラゲか。早ければ明日にもおよそ1ヶ月ぶりに保釈される可能性があります。クラゲになっちゃったか。そうか、分量通りやった。すくって食べるタイプだからな。保釈の見通しは立っています。来年4月に行われる見通しは、もういいな、明日もだよ。もういい。自民党の支部は元沖縄復興担当大臣の島尻愛子氏を擁立することを決めました。いや、明日でまた腹減っから。いや、あんたまた夜ね、腹減ったっつったまた。一本化に向けた調整も本格化するとみられ、来年夏の参議院選挙の前哨戦として、それでも食べれないわ。激しい争いが展開されるだからでしょう、これ、うん、衆議院沖縄選挙の多分ね、味が薄いんだわ。今年9月の沖縄選挙に立候補し、出席したことに伴うもので、統一地方選挙の、みかんと一緒に食べたらすっごい美味しい。あ、で違うの、下にね、うん、さ、土台になるってはずだったの。補欠選挙への対応、分量ってはずだ、うん、で上が緑の赤だったわけ、うんうん、候補者の人選を進めた結果、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいしょ。ごめんごめん、ちょうどいい、ちょうどいいんだよ。そうなんだよ。いや、くーちゃんなんで楽しみにしてたのにあれだったのかなと思って。でも美味しいっつったもんね。いや、もう単純に容積がもう芋のほっぺでいっぱいだったんですけど。いや、俺も沖縄産区には、いや、もう要塞のごとく立ちはだかるな。この問題での対応を争点の一つに、来年夏の参議院選挙の前哨戦として、野党の激しい争いが展開される見通しです。それは夜食べな。いや、いいやん、夜ラップして。今年9月の台風で関西空港の連絡橋にタンカーが衝突した事故を受け、新たな対策です。海上保安庁は、まあ、お腹が空くんだよね、もう。そういうことよ。だから食べれるかったらちょっと食べれないな。天候が予想される場合、船の航行を原則禁止する。人の心は移ろいやすいんだよ。今年9月に上陸した台風21号。暴風や高潮による浸水など各地で避難が続きました。これは一体何人で食べるようなんだろうね。いや、あのね、もうちょっと食べれるんだよ、うん、食べれるんだけど、油が、うん、あの油飲んでるみたいな、うん、サラダ油ぶっかけてる感じじゃない、うん、怒りを下ろしていました。オリーブオイルとかじゃなくてサラダ油ね。、うん、そう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 。風向きの変化によって怒りの爪が海底から外れて動きます。だけどね、前うちでほらやったターキーね、うん、鳥の時にいた総量が原因と見られる事故が10月に東京湾で起きるなど、今年の台風で相次ぎました。こういう鶏肉っていう感じではなかったよ。だからバターボールって言うんだ。海上保安庁、バターみたいだもん、油。ああ、バターボールっちゅうの、バターボールっちゅうの、そういう品種なんじゃない。そうだ、油、でも油うまいもんね、うん、うまいっちゃうまい、油うまいもん。 5.5 キロ以内では台風の暴風域に入る可能性が高いなど、悪天候が予想される場合、これ出汁にしてラーメンできるのかな。できんじゃない。まあでもしないけどね。美味しいんじゃない、これで。あ、でもそんなにさ、胸焼けする油じゃないね、うん、海上保安庁が、なんかね、こっちからね、そこに顔があるみたいな。このね、穴がちょうどね、
ってなってる顔なの目、ね、今回の規制強化で操業事故は防げるんでしょうか。くーちゃん委員会によりますと、事故当時大阪湾で少なくとも20隻の船が操業し13キロ近く流されていたケースもあったということです。いやー食べれなくない。施設から距離を取るだけでなく、海底に下ろすイカリを2つにすることなど、おいしいか船をどう思ったより美味しい。アメリカアメリカしない。一方専門家は様々な、なんかねアイシングだけ食べた時はあーって思ったんだよね。が必要だと指摘します。でもこのジンジャークッキーと一緒に食べたら大丈夫だ。ジンジャークッキーじゃん。うん、創業以外でも大きな影響を与えるっていうような事故、そういうものも、想定されますので、総合的に、より安全な海上交通になるようにという検討が必要だと思います。アメリカのトランプ大統領は、ね、あの葬式みたいな味する。葬式っぽい味ないな。葬式のさ、あのお葬式が終わった後のなんかみんながダバダバしてる時の味しない。昨日もんでるよ。トルコのエルドアン大統領シナモンでしょ。シナモンって葬式の味しない。するでしょ。ほらしかもさ、式始まる前って終わった後のさ、長時間それお線香の匂いでしょ。なんかで、ゆっくりで止まっていくの、どうすんの、いや明日仕事だから帰るわとかって言ってる時の味。準備したと書き込み、撤退は急がず慎重に行う。いや分かんない、分かっちゃう。俺ソムリエみたいなこと言ってるの今。分かる分かる。どうする明日どうするって、まあ、帰る、あ俺明日帰るわって、くまんのったら、トランプ大統領は先週、ミノルさん一緒だったら乗っかってるか、乗っかっていけばいいのかいとかって、そういう時の味。その方針を明らかにしました。これ、食べてみな。結構これもみんな食べれるんでしょ。全部影響力を増したりする恐れがあると食べれるけど、おそらく長期保存する系のやつ。これ結構持つってやつ、あの食べないで飾っておくやつ。先生とくれてる、どんだけ食って怒られてんの。批判を飛ばす狙いがあるものと見られます。ええニュースを伝えます。もうオープンだもんね、はい、みちゃんはもうこんな、こんな、こんななっちゃう、こんなわやになる。現行官は、まあ、動きたくないね。今の動きたくないね。協議に応じるとの回答がなかったとして、クジャが全然二口くらいしか食べてない。これ？一方で手続きの具体的な、おいしいと言いながら、日韓の当局者間の協議に参加中なので、切ってこいってり、あすやってたけど、いやだって見栄えもんだもん。明言しませんでした。オッペ？現行官は。ごっきゅんごっきゅんごって、これ2杯乗ったんくらい。話し合いによる解決を目指したいと。それだけでもうこの時だとこの時いいよしと言われた時とこの時だとばかりジュースいつもはダメって言われるから、カジャにすぐ怒られる。バレる前に飲んじまえと。水が下がってくるとね、やめてもいいな。受け継いでもらおうと岡山市の高校に寄贈しました。この高校の吹奏楽部はいじめについて考える活動の一環に、かすみさんが書き残した詩をもとに作られた窓の外ではという楽部を、今年でいいね、来年はいらないね。来年はね、お茶漬けとか、お茶漬けとかさ、あのナルトの若鳥でいいんじゃない。そうね、今ナルトの若鳥のこと考えたくない。そうね。お茶漬けのことすごい考えたい。いやお茶漬けになるでしょ。お茶漬けだよな。あまたね、この気持ちを忘れてるのとはさっきを買ってくるんだよ。好きな11キロだったって。そう、入んなかったじゃん。10兆入んねえわ。あ、なんね、四角くなるけど入る。無理。あの、チキチキ入れば入るわ。
打率3割2分、ホームランは自己最高30本、94打点。やっぱ7キロはきついね。あの5キロっていうのないいない。かった11キロ全力で止めていや油が続いたんだよ。よく止まったね、うん、いやなんかねさすがにオーブンに入らないんじゃないかってね懸念したんだよね。一人で黙々やるっていうのが、でも不思議と胸焼きはしないな。自分なりに、楽しい。しないけど胃に来る。暮らしていただきたいなと思います。気象情報は井本さんです。こんばんは。いいクリスマスです。涼しいですね。ね。風が吹いて、ありがとう。サンタクロースが寒そうですね。今夜は今夜おか面白いね。プレゼントを届けるお腹出てるよ。ちょっと厳しい天気かもしれません。映ってる。ただですね、明日にかけて日が明けると北寄りの風も弱まって、サンタクロースは痩せてちゃダメなの。ちょっと多くなりそうです。ズボンを捨てたら、そのまだ全然吹きやすいよ。明日の朝の最低気温見ていきましょう。どうす？今日も氷点下が目立ちます。そうなんですね。氷点下のところは、あの行き過ぎると今度痩せ出すから、ね、糖尿は。痩せてるサンタも待ってる。びっくりしてあの糖尿の病院大江田さんと言ったらしい。聞いたそれ。聞いたでしょ。痩せてる人ばっかり。あ本当。糖尿だって言うから太ってんのかと思ったら痩せてる。なんであの人またあんな痩せてるの糖尿の。痩せ始めただろってダメなんでしょ。らしいね。みんな言う。痩せてきてないかいって言われる。また今回天気が続いたため仙台や名古屋など全然だけどうしてるんだっけ。他にも影響が出る恐れがありますのでこまめに情報を確認してください。あれ自転車とか乗ってんの。明日の各地の予報です。できない。いや乗ってるけど寒いもんしたもん。朝は冷え込みますが日中は日差しのぬくもりを感じられるでしょう。最高気温はすごいなこれ。東日本です。なくなるんでしょうか。新潟は夕方以降雨でしょう。うん、関東はギャル曽根とかこれ行くんでしょう。でも風が弱まりそうです。いや俺さ、いや食べれかもしれないけどさ、味覚がさ、結構雪のところがあるでしょう。食べれない。北海道は明日も俺だって別なもん入るもんだって。え？週間予報です。別なもんは寿司って寿司入るもんだって。これ入らないでこれ。雲が多く雨の降るところもありそうです。年末はこれもラップだな。札幌から東京です。これ木曜日から土曜日をピークに日本海側は雪の恐れがあります。もう冷蔵庫に入んないでね。明日は朝の冷え込みが強まりそうです。家が冷蔵庫。気象情報でした。ニュース部今夜はこれで失礼します。失礼します。眠くなってきた。疲れたよね。ミニーをおんぶしてだから大変なの。久しぶりに抱っこするとあら軽いと思うんだけど、ずっとトンブしてやったら結構ドチッとくるよね。29年前日本中が湧いた世紀の大戦の時、その裏には皇太子自ら人生を切り抜こうとする次の決意。遊んだんだもんね。おばあちゃんとおろし番してたくれたんだもんね。あのくらいの時間帯ならまだいいんだわね。うん、お腹すくとあのお菓子でも与えようかなとか思ってたんだけど、あもう帰ってくるなと思った、うん、余ったからね全部食べた今日も。そうでしょ。お腹すく内庁トップにいた人物ので泣き出すと抱いても何しても泣き出すっていうのをお腹空いてるんですね。さらに3000本以上の皇室映像に記録された肉声が来ないの。なんか、うん、なんか残しといてって言ってる、うん、よしじゃあ、はい、ごちそうさまでした。バッチー美味しかったです。お粗末様でした。ご苦労様でした。お粗末様でした。お疲れ様でした。はい。はい。あ、終わった。